TBS ドラマプロデューサーの発言が波紋を広げる、元キング・アンド・ンスメンバーへの避難、なぜ ?10 月15日、芸能界に衝撃が走りました。滝沢秀明氏が設立した新たな芸能事務所、とべ、が、元キング・アンド・ンスの岸優太の介入を発表し、新グループ、ナンバー・アイ、の結成も発表されました。 しかし、その後、TBS ドラマプロデューサーである上田博樹氏の発言が物議を醸し、ファンやメディアの注目を浴びました。この記事では、上田博樹氏の発言とその背後にある論争について詳しく探求します。10月15日、飛べの生配信での発表は芸能ファンを驚かせました。岸優太の加入と新グループ、ナンバーの結成が報じられ、 これにより芸能界に新たな波が巻き起こりました。しかし、注目を集めたのは、その後の出来事でした。TBS ドラマプロデューサーの上田博樹氏が自身の、X アカウントを通じて、元キング・アンドプスの平野氏用と神宮寺優太、さらには長瀬角に対する発言を行い、大きな論争を巻き起こしました。彼の投稿は、まあ、人それぞれ、としか言いようがない。 ぜひもない。ただ、俺は連会談、現在のキング・アンド・ンスメンバーがセレン高橋山ファンの百姓一手道を踏み外すと顔つき変わる R。元仲間が困っている時に、背中から切りつける真似は、僕は好きじゃない、といったものでした。この過激な発言に対し、平野氏洋ファンからは、小さいし、想像力のかけらもないですね。双方に失礼です。 といったコメントが相次ぎました。上田氏はこれに対しタイミングは他にあっただろうと僕個人は思いますけどね。他の方法もあった。自由はあるが配慮のかけらもなかったよね。と返信しました。この一連の出来事に対してネット上では上田氏の発言が非難され賛否両論が渦巻いています。一部の人々は元メンバーたちが自身の道を選び、 その決定に対して尊重すべきだと主張しています。一方で、上田氏の発言は元仲間に対する攻撃的なものと受け止められ、問題視されています。上田弘樹氏は TBS のドラマプロデューサーとして数々の成功作品を手掛けてきました。その立場からの発言が注目されるのは当然でしょう。ファンや視聴者は、 彼の発言に対してどのような立場を取るべきか議論を読んでいます。また、上田氏の過去においても、ジャニーズ事務所を退所した元スマップメンバーに対する発言が炎上した経緯があります。2017年、カトリ慎吾、稲垣五郎。 草号の3人が SNS に投稿した写真に対し、亀田氏は、谷町と桁違いの会食をしているのを SNS で発信しちゃうのは、さすがにリスクが高すぎる気がする。それも含めて本音なのかな、ちょっと心配、といった発言を行いました。この発言も、また、一部の人々からは批判の敵となり、その後削除されたといいます。 論争の背後にある、ものこの一連の出来事から浮かび上がるのはなぜ上田博樹氏が元ジャニーズメンバーに対して非難的な発言を繰り返すのかという問いです。彼の発言は一部のファンや視聴者にとっては不適切で冷酷に移り、論争を引き起こしています。一つの仮説は、 上田氏が元ジャニーズメンバーたちがジャニーズ事務所を離れ新たな道を歩むことに対して一種の嫉妬や競争心を感じている可能性があるということです。ジャニーズ事務所は日本のエンターテイメント業界において長年にわたり大きな影響力を持ってきました。そのため元メンバーたちの成功は業界の力学に影響を及ぼすこともあり得るでしょう。 また、上田氏自身が TBS ドラマプロデューサーとして活躍してきた経緯も考慮する必要があります。彼の立場がもたらすプレッシャーや期待感は、彼の発言に影響を及ぼしている可能性があります。TBS ドラマプロデューサーである上田博樹氏の発言が、元キング・アンスメンバーや元スマップメンバーに対する非難を巻き起こしました。 彼の発言は一部の人々からは不適切であるとみなされ、論争を読んでいます。その背景には、業界内の競争や彼自身の立場に対するプレッシャーが影響している可能性が考えられます。今後、彼の発言に対する反応や議論がどのように進展するか、注目が集まっています。